まあ、今残念ながら子どもたちが車離れを起こしてしまうという現状もあって、それは大人がねやっぱり車をかっこよく使うシーンが少ないからと思っていて、そういう人たちに向けて大人が本当にかっこよく使えるリアルな危険なスポーツカーを作りたいという思いがずっとありました。でそれに加えてやはりRE を作っているエンジニアの思いっていうのはすごくあって、長年本当コツコツとその研究を続けていて、彼らの思いにも応えたいということで、それを2つ合わせてでこの形にしました。プロポーションは典型的な FR の綺麗な美しいって言えるプロポーションを作るっていうのをまず念頭に置いてやってます。あとフォルムについては日本の美意識っていうのを感じさせるようなところを作りたいな。行動デザインというテーマで、次の世代もまたデザインが進化をし続けるつもりです。美しさとかあと車アートっていうスローガンに負けないようなね、本当の綺麗な、アートと言われるようなフォルムを作り続けることが我々の使命だと思っているので、ぜひ期待していただきたいと思います。